シユうキ金プリ脱退後も切れぬ、シクストーンズとの絆、田中樹、呼べるだけ呼ぶ、岸な愛、ANN しか信じられないわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。シクストーンズの田中樹、27日、が6月3日、ラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で、 元キングプリンス、岸優太27がゲスト出演すると明かし、ファンから歓喜の声が相次いだ。田中が番組からスペシャルウィーク、長州率調査週間のお知らせありますと、唇を切ると、岸とハイテンションで何度も叫び、6月17日放送会に岸がゲスト出演すると発表。昨年の4月以来となるが、岸とセクシーゾーンの菊池風馬28、 は呼べるだけ呼びたいと続けると、コーチユーゴ29も騎士ワールドがあるからねと同意した。そして、田中が騎士とは LINE でうまくやり取りができないため、ちゃんと連絡が取れないとぼやいたのだが、これを受けてリスナーから、それって地球の機材に慣れていない宇宙人、とツッコミのメールが、田中とコーチは以前から騎士宇宙人説があったと笑い、地球の言葉に頑張って対応している感じがあるなどと、 岸、宇宙人説で盛り上がっていた。番組のエンディングでは、田中が、岸の再登場に期待していると、リスナーのテンションの高いメールを代読。みんなが岸のことが好きで、岸のことを嫌いな人を見たことがないとコメントすると、コーチは、岸の名前が出ると、みんなこんなに変わっちゃうからと、岸がゲスト出演することへの反響の大きさに納得していた。金プリは、岸と平野志二26、神宮寺勇太。 25日5月22日に脱退してすぐ、長瀬角24と高橋海二24の二人体制で、シングル、何者をリリースすることを発表。さらに同時に、グループ初となるファンミーティングが7月2日に開催され、日本テレビ系で新番組がスタートすることも発表されるなど、ジャニーズ事務所は、5人の金プリ時代を消すかのように、新体制をアピールしている。岸優太タを支えるシックストーンス。 一方、岸は、すでに退所した他の二人と違って、9月末までジャニーズ事務所に所属しているものの、レギュラーの、ザ・鉄腕・ダッシュ、日本テレビ系と、VS 魂グラデーション、フジテレビ系以外の露出はほぼなく、長瀬、高橋との扱いの差ははっきりしている。脱退以来、騎士君不足が続いていただけに、ファンの喜びは格別なのだろう。新生金プリをアピールするため、 騎士の露出を減らすのは、ジャニーズ事務所として当然の判断なのでしょう。それでも、今回のゲスト出演が実現したのは、騎士とシクストーンスの関係の良さからだと思われます。さらに、テレビではなく、一般層へのアピール的に弱い深夜ラジオというのが、事務所の了解が得られた理由かもしれませんね。芸能ライター。普段からシクストーンスの自由すぎるトークが野放し状態になっている、ANN。 どんな異次元トークが飛び出すのか、宇宙人こと騎士の発言に注目したい。騎士ユータ、バチと一緒にすやすや、可愛すぎるマジネガを、対処まで4ヶ月弱。騎士をできるだけ楽しみたいものである。